歌を歌う前に皆さんに報告がありまして、うちのマネージャーがですね、はい、NHK の、3月のドラマにちょい役で出ることになりました。やったで、今日撮影を石巻でしてたようです。池松陽介知ってます池松さん、あの映画でね、鉄人28号で翔太郎くんの役をやって、最近だと金田一耕助の役やってる俳優さんなんですよ。その主役の前をただ通り過ぎる親父の役やってきたようでございます。おお、はい、綾瀬はるかさんもね出るようなんで、合ってません。会ってなかったと言ってました、ね、で、あの終わってね、今日ここに来たら、あのダック哲也に消防を呼んでくれと。急遽私が今あの釘崎でね飯食ってたんですけど、急遽来ました。みんな元気でやってますか？元気でやってます。消防員初めての人、はい、そちらの方初めてですか？何度か会ってます？あのポルカで1回。ああ、なるほど。いいから早くやれ。Yeah.
っとね、俺のギターが治ってここに帰ってきた、やっぱ弾きやすいよね、これね、はい、なんかね、治ってきたら勝手に電話番号を貼ってあって非常にね、ハマってきた、結構ハマそうかなと思ってます。いや本当にね、楽しいですね。ということで、皆さん、目を見ると早くスクラッチやりたいなっていう、そういう目してるよね。今日あるの？ありますよ。ね。ありますよ。あ、もう一曲でやめます。ということで、最後はですね、コロナをぶっ飛ばせということで、皆さんマスクしてますね。はい。ランナーを歌って、今日は、皆さん、ハカハカ言ってんの？帰りますよ。疲れてね、もう。ね、呼んでねえよ、また。なすの？君。佐田君は呼んでないね。あ、そう。呼んでないのにね、最近入るやからな。ランナーをやると、多分な。ちょっと、うるさい君が、うるさい。